これはすごい絵的にすごい両脇。これ絶対当主の連中みんな聞いてるよな。絶対見てる。そう、あいつが嫌いになる。僕もほとんど買ってました。そうだね、僕たちもやっぱ使えない話がめちゃくちゃ多かった。憧れがあるんですよ、アベンジャーズとか。なんかそういう突如としてテレビシーンに出していただいたり、はい、悔しい本当ね。どうも、始まりました、モチェチャンネルです。今回はですね、いやすごいスペシャルゲスト2人やっていただきました。ただよび文系チャンネルですね。いや、吉野先生と、そして新たな講師宋先生、よろしくお願いします。いやついにただよび先生、先生のもとにやってきました。何言ってんの。ずっと追いかけて背中を追いかけて、ついに、え、先生またよろしくお願いします。やだなこいつ。いや、前の職場でも本当お世話になったけどいっぱいご馳走してください。ご馳走してあったから、なんかくれよお前。あ、いやそうだ、そういえば、はい、ちょっと森田先生にお土産を持ってきてまして。俺、いやいやいや先生、ふざけんなよ。ちょっと待ってください、マジに。お前さ、前飲んだ時に吉永社長のとこにこれシャンパン持ってったんだ。吉永さん、俺なんかくれんのかなと思って何もくれず。いやいや、ちょっと待ってください。今日パーカーだもん。いやいや、言っちゃダメ、言っちゃダメ。中身まだ分かんない。パーカーとかお前なんだから。お前、何回言われてたって。お前先生のことを思うからこそ、もうこれね、中途半端なものはね、取って渡せないと。いや、なんかよ、いや、もうずっと考えてますよ、もうこの後もずっと考え続けますよ。なるほど。考え続けるやん。それはもうちゃんと考えてます。もうそれはもう、びっくりしますよ。びっくりする。お、なんだそうと。じゃあ、お前そんなに俺のこと思ってたんか。おぉ、泣きます。なんかね、絶対。ちょっと見せてよ。札束っすよね、これ。いやいや、もうずっしりと。どうせパーカーだろ。本当にもう、これ。ありがとうございます。よろしくお願いします。では、宋先生の年俸が入ってるのかな。お、え、服、え、パーカーじゃないのこれ。いやいや、森田先生はパーカーがもう好きだっていうから、すごいテイストの違うものを持ってきました。いや、こんな派手なのは着れないな俺は。いや、この感じで攻めてほしいと思って。これは何でしょう、これイカのゲームのやつですか。いや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 、これおしゃれでしょ。これおしゃれっていう、お前のセンスがちょっと。いや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 、兄貴、このシャツ着ててそれはないでしょ。バカだな、こんなシャツ着てて。俺は仕事で着てるんだよ、これは。あ、分かってます、分かってます。メイドインウハンって書いてありますね。そうでしょ。メイドインブカン。けどまあ、ちゃんと消毒してますから。あ、よかった。税込み500円って書いてある。いやいや、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ。ブルーン怪しいよな。ありがとうございます。いや、もうぜひこれ着て。新しい。森田先生。森田先生にって書いてある。なんですよ。ありがとうございます。メッセージつけられるんですけども、もう宋先生っちの住所を今から言います。いやいや、ちょっとやめてください。もうこのメッセージカードビリビリに破ってるから全然気づかなかった。ビリビリに破いてますよ。抽選で1名の方レシート差し上げます。すいません、こんなところで生着替えですか。なんか安そうなドラえもんの T シャツ。かわいい。ぴったりじゃないですか。だったらそうですね。俺の友達の山名みたい。こんなでかいドラえもん、こんなでかいドラえもんの T シャツ着て歩いててさ、ちょっと夜ないみたいな。いや、これはすごい絵的にすごい両脇。すごいなお前。ちょっと待ってください、僕沈み込んじゃってるじゃん、色が。メインが全然目立たない。これすごいな。両脇だいぶ目立つ。だいぶ目立ってますね。まあ、これ当時の時もこれでよかったじゃん。いやいや、さすがにこれ、これを楽しみしてると思います。まあでもこのチャンネルだったらなんかみんなまあ裏話的なのがやっぱ聞きたいと思うんで。そうですね。これ絶対当主の連中みんな聞いてるよな。絶対見てる。そう、もうめっちゃ低評価つけてくる。そう。なるほど。で、絶対さ、俺がバカとか言って。いや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 、多分青ざめてる人半分、大爆笑半分ですよ。いや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 、小さい。編集するのは僕だから。そう、お前か。そう、お前が編集するんだ。ただいま入るまでの経緯全然話してなかったですね。ただいまチャンネルで話してなかった。全然。そうですね。そうか、僕に連絡くれて。森田先生があの、まあ都心を辞められた、はい、これまあいろいろこう内外聞きまして、はい、まあ僕もやっぱ辞めたので、はい、まあなんとなくこう気持ちが分かるというか、はい、
ちょっと話を聞きたいというか、うん、はい、まあ、そういう気分になったんですね。なんかブログですごい書いてくれたっていうのが、ね、いろんなところから聞きました。感動したんですよ、はい、面白いチャレンジをするっていうので、うん、これは面白い、まあ、それをちょっとなんかこう書きたくて、で、まあ、そんなこんなでなんかやっぱり今 SNS っていろいろつながるんで、先生 SNS 何もしてないんですか？だからこの間メールがないとか誰かから聞きましたけど、今の時代にメールがない人間いるんすか？メールがないんですよ。わからないんだよ。いやいや、ブログの方が逆に難しい。ブログなんてここ押してここ押して毎日やってるのが分かる。いやいや、メールもここ押してここ押してです。一緒だもんそれ。それで連絡来て、そう、新先生から来て、あ、そうなんですよ、そう、先生が話したいって言ってるんで、新先生、お世話になってて、新も当時辞めないだろ、あいつ、ね、飛び火させて、うん、飛び火、辞めるようにどんどん仕向けていきましょう、はい、布石打っていきます、辞めさせよう、辞めざるを得ないような事件を起こして、すぐ出会事件を起こして、彼がね、さんみたいなこと、いやいやいや、即、彼は真面目なあのイケメンなんで、ごめんなさい、先生、飛び火。それで、そうですね、繋いでもらって、うちのチャンネルにそうですね、来てもらったっていう形で、うん、はい、いや、それも突然で、森田先生、ちょっと会いましょうって言って、僕、食事でもいるのかと思ったら、なんか突如、あの撮影する部屋に連れ込まれまして、急にヘローでやって、ライトついて、急に話し始めて、俺だって思って、俺だっていきなり呼び出されて、そうでしょ、すみません、あのヨゼミの時の年収だけ、そう、お菓子だけ持ってきてくれて、そうでしょ、よくわかんないんだけど、そうでしょ、唐突すぎるんですよ、すさまじいよ、使えない話いっぱいしましたけどね、はい、何時間、2時間ぐらい、俺すごい話したよ、ただ10何分だったの、話したよ、いや、先生全カットならよくわかるけど、僕もほとんどカットでしたよね、そうですね、お二人ともやっぱ使えない話がめちゃくちゃ多かったので、まあ、みんな期待しちゃいますよね、その話に何やったの、ね、今、P 入ったところみたいな話です。やっぱただ呼びはやりたいなって思ったんですか？いやもう本当それね、興味深くて、はい、YouTube で授業を、まあ、無料でやるっていうのは、まあ、僕らの中ではもうちょっともう真逆の選択肢じゃないですか、うん、まあ妙な言い方だけど予備校業界の中で本当に限られた工学、まあ、特に先生なんてもう天文学的なお金をもらってた、それが無料で授業するって全く逆じゃないですか、これは面白い、新しい時代の授業だと僕は思うんですよね、うん、多分みんな待ってるんじゃないかな、そういうのを、まあ、そういう時代になるよ、絶対そう思いますね、だって言ってることでやってることは全く違う予備校とか嫌でしょ、だって嫌です、もうここは勝負をかけて無料でただならぬレベルの人間がこう集まって、ね、一つの授業に全力をかけるっていうのはね、なんか僕憧れがあるんですよ、アベンジャーとか、あもうね、異能の才能がこう集まってみんなで一つの授業、スペシャルゲストなんだろう、はい、なんでこいつが真ん中座ってるなるほど、ハローゼアアベンジャーズリベンジするってことですね、そういうことなんですよ、当時に行った、いや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 、そんなことない、僕当時にそんな愛してますからね、俺だってそうだよ、俺社長にすげえ感謝してるもん、うわ嫌いなんだよ、俺マジに、いや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 、あいつが嫌いなのよそう、社長にはすごい感謝してるし、まあまあはい、これ板野さんいたら面白いですね、アベンジャーズね、いや面白いと思います、で、あと西さんいたら西さん、西さん元気かな、なんかもう文春砲で撃たれたもう傷つき疲れた人間たちが集まって面白い話になると思います、ね、復活のアベンジャーズ西さんも〇〇だから、あ、でも離婚したから関係ねえかなんてこと、離婚したんですか、離婚して、離婚した離婚した、知らなかった、うん、あいつ自分で言ってるだろ、まあ言ってます、はい、言うことによって、まあ、絶対使えないこと、使えない話のところを膨らませて、もう西の彼女で見たことないのは彼女だけで、あ、本当ですか、最初からみんな見た、あ、危ない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 、お前が振ったんだよ、いやいやいや森田先生ね、意外と危険級振ってくるんですか、こいつ自分から振っておいて、そう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 、真面目な話しようとしてるの、いやいやいや、まあでもね、西さんとか、まあこれからね、レジェンド級のね、予備高校生たちがいっぱい来れば、本当そうですよ、いや、ぜひそうなってもらいたいですね、いろんなね、ないですか、骨とか、あ、ありますよ、それはもちろん、ただで教えるっていうことにさ、賛同してくれるっていうさ、一流コーチは難しいよなって、いやこれは難しい、ありますね、うん、現役バリバリでやってる先生って、まあ、そもそも忙しいし、うん、それを無料でやっぱりね時間と労力を割いていただくっていうのは、うん、なかなかいないと思います、でも俺最後にはいいことあると思うよ、そうやってみんなのためにやっていて、例えばどんないいことが、なんていうフリー、うーんってなっちゃったじゃない、うーんじゃないから、これなんか言ってくれないとうーんって何もないのかな
ただ読みでこれから、あ、はい、ね、いろいろ人気出て、そう先生、うん、ね、第二の林修になるんですか、うん、いや林先生は林先生でも素晴らしい先生だし、まあチャンスをつかむっていうのはみんな一度はあったとしても、うん、それやっぱりちゃんと持続させてるっていうのは、うん、まあ、特殊な才能が終わりな方だと僕は思うんですよね。入った時はどっちだったんですか、出口さんが1位だったのか林先生が1位だったのか。あ、それ、まあその言っていいのかな。あ、もう全然、まあまあどっちかというとその出口先生が、まあ、出口先生もすごく有名な方ですからね。出口先生がまあやっぱりこうなってて、でそこの入る時はやっぱ当然トップを目指してくるわけじゃないですか、うん、そうですね、入って、そうですね、出口先生の出口はあちらですみたいな感じで入ってくるわけじゃないですか、うん、はい、もう出口、入り口あるけど出口はないみたいな。え、どういうこと。いやいや、わかんない。もう自分で今もう打ち走ってますけど、ね、危ない。そういう形で行ったわけじゃないですか。行きました。そしたら林先生がボーンって行っちゃって、あれれれみたいになって、これがねちょっとね、こう言っていいのかな、もうこの際言っちゃうか。お、はい、割と社長がね、はい、あのいいようにしてくださって、突如としてテレビ CM に出していただいたり、はい、押していただいたんですよ。あ、そうですね、はい、はい、まあ、投資の中で割とこう、まあ、みんな受講してくれるというか、はい、ありがたい話です。でそうなった時にやっぱりテレビ CM だなんだこう取り上げられてる僕に対して、うん、林先生が もっと長いキャリアで、はあ、もっとこう、ね、辛いところずっと耐えてきた先生なので、うん、これやっぱりねフェアではないと、うん、いうことで、まあ、バランスを取る意味でも、うん、CM がまあ僕から林先生に切り替わった、うん、その瞬間その CM がワールドカップのね CM 枠。あ、ワールドカップの CM、はい、はい、悔しい。本当ね。で僕ワールドカップ もうめちゃくちゃ楽しみに見てたんですけど、うん、先生もうね正直言うとね見れなくなりました。でもう悔しくて。でまあ、それがやっぱりこうバラエティ番組のね芸人さんとかいろいろこう冗談にされて、はい、テレビでいろいろこう、まあ、フィーチャーされるようになったと、うんうん、で一気にそのままスターになっていくというかね、うん、うまくこう波をつかんで時代の寵児になって、うん、まあそこでこう脚光を浴びるとやっぱりあの生徒も林先生林先生ってそういう形ですね。あの人って何やってたの昔は。あの人ってエミコン講師だった。ああ東進で長いことやってます。そうですね。あ、そうなの。なんか、校舎長か何かをなさってたり、その前にはなんか銀行員かなんかなさってたり。河合塾にもいたんだろうって。河合塾、名古屋の河合塾だったって伺いましたね。講座としては、そう先生がまあ、ボリューム増やってた。まあ、芸能人ですね、スターですよ。いや、本当にそうです。でもまあ、ハンカチをこんな感じでキーってなってたわけですね。いや、それやっぱりね、悔しいと思える人間じゃないと、ダメだよな。はい。どんなに大スターになっても、それでも俺はって思えないと、うん、やっぱこの業界ではね、生き残ってはいけないと思うかもんですよ、うん、ずっと苦しかったですね。なるほど、はい、じゃあ、ただ呼びでいよいよやります。対決、ね、対決ちょっとお前の方が全然人気あったじゃん。そうですね。いや、ありがたいことに、はい、否定しない、うん、まあ、そこはちょっと否定できないかな。じゃあ、その授業はいよいよただ呼びで流れますので、はい、ぜひ皆さん期待していてください。無料です、はい、頑張ります。はい、ということで今回は、ね、ただ呼び講師の、ね、吉野先生と宋先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。